皆さんこんにちは。今日はですね、この顔なしむしゃむしゃ貯金箱を買ってきました。じゃあこんな感じですね。この顔なしの貯金箱なんですけど、お皿にお金を乗せたら食べてくれるらしいので、今日はこの100円玉をたらふくごちそうしたいと思います。はい、フードファイト対決です。まあ私は何も食べないんですけど、まあということで100円玉が何枚入るのかちょっと気になるところなんで、早速開封していきたいと思います。なんか予想外に入らんかも。結構これすごい面白い。あ、顔なしってさ歯あるんだよ。はい、こんな感じですね。こう千と千尋の顔なしです。じゃあということで電池を入れていきたいと思います。はい、準備できました。じゃあちょっとまずは手を置いてみたいと思います。電池入れてなかった電池入れなかった、電源入れなかった。はい、じゃあ1枚この油って書かれたなんかに置いてみたいと思います。杯みたいに置いてみたいと思います。あれ動きません。もう1枚多分きっとよく食べるんでしょうね。最初に言った通り、この100円玉の量が勝つのか顔なしの胃袋が勝つのか。はいね、顔なしね全部ねワンパンに食べたらね吐きうえって吐き出すのかね、ちょっと見ていきたいと思います。それではやっていきます。よく食べるね君。はい、どんどん量を増やしていきます。1枚ずつ。重たすぎたんだ。重かったから。5枚ずつ入れていく。さっきからだんだん握力下がってきてね、うん、やば。そういえばなんか今日あれの勉強した、一人暮らしの勉強した。なんか食費が1日1000円一人で使うとしてで、なんかそれ最低1000円でをなんか3万円以上はかかるよみたいな。中卒だとバイトでどれくらい、高卒だとどれくらい、大学院出て基本的な収入はこんぐらいで勉強をしました。でもね、高校受験が迫ってまいりますよ。
1枚ずつ入る。アウト。こんな感じ。はい、顔出しね、こんな状態になってますね。これで満帆、貯金箱は満帆ということですね。顔なし意外就職でしたね。あとはね、ボンみたいな。でさ、これと絵とイメージと異なりますみたいな。こっちはでかいやつ。だって顔なしめっちゃ食ようたもんな。こっちはアニメではめっちゃ食ようた。こっちはでかいやつ、こっちは小さいやつ、小食らしいですね。はい、こんなに残りましたが、食費がめっちゃかかりますね。そして顔なしね、5枚以上食べさすと持ち上げれずに食べれません。意外に非力でもありましたね。なんかだんだん、なんか最初4枚、5枚、6枚っていった時になんかだんだん持てなくなってくるっていう。はい、気になる結果を数えていきましょう。それでは全部出していきます。出てくるかな。少ないかも。じゃ数えていきます。結果発表、イエーイ。結果は9300円となりました。ということでね、顔なしを満腹にさせようと思ったら、9300円食費がいります。はい、まあということで、皆さんもね、これ結構面白いので、ぜひぜひ、これはジブリ好きな方とかにはおすすめです。貯金箱、まあこれ本当は貯金箱なんで、ぜひぜひ満腹にさせてあげてください。それではまた見てね、バイバイ。チャンネル登録はこちらからしてね。